わかりますよ、吉谷さん。スカイラインのあのでかいケツ、あれは R34 でしか出せない演出ですよね。ロケットみたいなね、丸目4頭が後ろについてる、これはね、スカイラインはね、フロントよりもリアにすごくこうアピールがされてますよね。でちなみに私の T シャツ、ポンティアック、ね、トランザムです。まあ全然ナイト2000の彷彿とはさせないんですけどね。ナイト2000も後ろのブラックライトかっこいいなと思ってるんですよ。で私はね、やっぱり吉田さんと同じように一目惚れしてましたね。でお互いにそうなんですけども、幼い頃の憧れってなんかね、大人になった自分が叶えてあげた方がいいのかなと。過去の自分の憧れをなんかね、叶えてあげるっていうか、救ってあげるというかね、うん、大人になった自分にはそういうことができるんじゃないかなと思うんですよ。幼い頃は、お母さんを楽させてあげたいとか、お父さんに何かしてあげたいとか、なんか本当に素直に誰かのために何かをしたいなとかね、なんか自分の力で何でもできる、大人になったら今に見てろって気持ちがあったと思うんですよ。でも大人になってみたら、若い頃にやっときゃよかったなみたいな、ちょっとね、こう発想が逆転しちゃうのかなっていうところがあって、まあもどかしいものです。で年を取れば取るほど、吉谷さん、いろんな思いがふつつと湧いてきて、私もね、ちょっと感情的になることがあるんですよね。感傷的と言いますか、で今は私もうすぐ50迎えるわけですよ。で50を迎えられなかった知人友人の話もね聞くと、例えば当時の小学生の時の同窓生ですか、同級生とかが何人かね、死んでることをこうやって聞くと、家族を残して、なんか両親よりも先にとかね、やりたいこともあっただろうになとかね、叶えられなかった夢はとかね、なんか非常にその時間の重みというか、一日一日の大切さっていうのをひしひしと思い知ります。今私毎日はっきり言って自由な時間を過ごさせてもらってますけども、余計思いますね。この時間がやりたくもないような仕事に消耗されていって、そして挙句退職したら元いた会社との縁はあっという間に切れてしまうっていうね、これ何だったんだろうなと思いますよね。地域のためとか、世間のためとか、会社のためとか、上司のため、部下のため、お客さんのためっていうためが結局消耗されて、一人になった時に何も跳ね返ってこないっていう世界っていうのは怖いなと思いますし、現実人のことなんて構ってらんないですからね。でもなんか本当に自分で自立してる人、自分でことを起こせる人っていうのは、その人同士で称え合えるんじゃないかなと思うんですよ。尊重し合えるというかね。ちょっと表現は難しいんですけども、私はね、あの組織を離れて一人という組織を作ってね、痛感するのは、これがもしあのままだったら私はこの気持ちすら出会えてないんだろうなとかね、あれもある、これもある、不安は確かにあるけれども、それよりも夢や希望が未だにあって、これから挑戦しようかなっていう風な意欲や時間やお金も自分には残されているってこと、そして同じように私と同じように生きて過ごして、真面目に受験戦争を勝ち抜いて、就職戦争を勝ち抜いてきたはずの人たちが、なんか将来不安とかね、会社を持つんだろうかどうだろうかとか、自分の人生に疑問を持ったり振り返ってみたりとか、なんかそういうのを思うとね、なんか本当に自然と涙が出てくるなということでございます。なんかね、非常になんか感傷的になるでしょ、吉谷さん。確かにやりきったところはあるんだけども、本当に奇跡だなと、皆さんのおかげだなと。だからこの奇跡を壊さないためにも、これからも誠実に放送していきたいなと思いますし、一人でも多くの方を情報の力で救っていきたいと、この心を新たにしますね。ちなみにですね、今日ね、今ね、後ろにあるテレビを買ってきました。テレビモニター、これね、すごいですよ。50型なんですけども、なんと3万5000円しないんですよ。それが新品で売られてたんですよ。ダイレックスっていう A to Z ショップですね。即買いに行きました。というのも、タイミングよく昨日、ここにずっとあったブラビアが壊れたんですよ。20年ぐらいの付き合いでした。薄型の40型テレビ、当時20万。それが昨日壊れたんで、今日は新品が刺さってるというね。3万5000円ですよ。躊躇ないですね。だって、セルシオのバンパー壊れたら7万とかね。バックミラー壊れたら10万とかね、あんな感じだったんで、私の金銭価格は3万円は即買いというね、悩まないということになってしまいました。考えてみれば、お互いガソリン代
毎月3万5000円で収まります？収まってないですね。め、大飯ぐらいですね、お互いに。BMW も、BMW は燃費がいいのかな。まあ私は次ね、買おうとしたらね、万田銀次郎のベンツですね。あれも多分乗らないと思いますけども、買った日ぐらいは乗りますけどね、多分。まあ車乗らないですね。車は乗るもんではなくて、楽しいものか。移動手段としてはね、軽自動車が抜群にいいですね。いや、本当にね、修理代も安いですし。いやー、でも、一日一日、しみるもんがありますね、なんかね。うん、なんか、こう言うとちょっと誤解されるかもしれませんけども、よくやってきたの俺って思いますね。本当に過去の自分にものすごく今助けられて感謝したい思いでいっぱいです。あの時によく挑戦してくれたっていうふうに思います。あの時によくぞくじけずにいてくれたこの俺って思いますね。本当になんか不思議な感覚です。いってらっしゃい。